皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学1日5問問題練習の35日目です。今回は今までの学習の復習をやっていきます。では問題を見ていきましょう。括弧1、下の数について質問に答えましょう。ここにプラス3、マイナス3分の1、0、マイナス5、プラス 0.4、プラス2、こういう数字が並んでいますね。この数字について質問に答えるんですね。ではいきます。丸1、整数を選びましょうと。整数というのは小数や分数ではないぴったりした数のことでしたね。この中ではまずこのプラス3がそうですね。そして0です。そしてマイナス5、もう一つプラス2がありますね。プラス3、0、マイナス5、プラス2、これが整数ということです。丸2、自然数を選びましょう。自然数というのは正の整数のことでした。ここに整数が並んでいますよね。この中で正の数はプラス3、そしてプラス2ですから、これが自然数ということになります。丸3、絶対値が最も大きな数はという質問ですね。絶対値というのは数直線で言えば原点0からの距離、その数までの距離のことでした。もっと簡単な言い方をすれば、その数字からプラスやマイナスの符号を取ったものです。ここでは絶対値は3分の1、0、5、0.42 になりますね。この中で一番大きかったのは絶対値5ですから、このマイナス5、これが絶対値が最も大きな数ということになります。丸4、絶対値が最も小さな数はと。今は正の符号、負の符号を取って言いましたけれど、その中で一番小さいのは0ですよね。ですから絶対値が最も小さな数は0、こうなります。丸5、不等号を使って小さい順に並べましょうと。この数、不等号を使って小さい順に並べるんですね。まず正の数と負の数と0を比べると、負の数が一番小さくて、次に0で正の数というふうになりますね。負の数、ここではマイナス3分の1とマイナス5がありますよね。どちらが小さいかというと、数直線だったら左側にある方が小さかったんですね。また絶対値でいうと、絶対値が大きい方が負の数は小さいということになります。絶対値比べて3分の1と5ですから、こちらの方が絶対値は大きいので、マイナス5、これが一番小さいということになりますね。不等号こうなります。次、マイナス3分の1と。これで負の数は2つなくなりました。次に来るのは0ですね。そして正の数です。正の数はプラス3とプラス 0.4 とプラス2がありますけれど、もう見てわかるように 0.4、 プラス 0.4 が、次に来ますね。 0.4 と、そしてプラス2、次にプラス3と、不等号を使って並べると、マイナス5、マイナス3分の1、0、プラス 0.4、プラス2、プラス3と、このように並ぶわけです。括弧2番、次の計算をしましょう。今まで学習してきた計算、ここにいろいろ書いてあります。では、解いていきますね。丸1、3-7、3は正の数、マイナス7は負の数ですね。絶対値負の数の方が大きいので、答えは負の符号がついて 7-3 をすると4ですから、マイナス4、これが答えになりますね。
丸二マイナス8足すプラス3負の数と正の数の足し算ですね。絶対値を見ると負の数マイナス8の方が大きいので、答えは負の数になって、絶対値引き算8引く3をやると5ですから、答えマイナス5とこうなります。丸3番です。マイナス7かけるプラス8、負の数かける正の数、これは負の数になって7は56ですから、マイナス56というのが丸3の答えです。丸4番マイナス5かけるマイナス7、負の数同士の掛け算、同符号同士の掛け算、これは正の数になりますよね。そして数字の部分掛け算すると5735ですから、答えは35、またはプラスの符号をつけてプラス35となります。丸5番今度は割り算です。プラス15割るマイナス3、正の数割る負の数、答えは負の数ですね。ですからマイナスをつけて15割る3、5ですからマイナス5が答えです。丸6番マイナス3括弧の2乗かけるマイナス2の3乗と、気をつけなければいけないのは、括弧のこの外の2乗というのは、このマイナス3を2回かける、マイナス3かけるマイナス3で、括弧の中のこの場合は3乗ですけど、これは2の部分だけを3回かけるということでしたね。と前の部分マイナス3括弧の2乗というのはマイナス3かけるマイナス3ですから、プラスの9になってかける、次はマイナスをつけて2かける2かける2をやりますね。と 2×2×2 は8ですから、マイナス8こうなります。つまり 9×-8、 負の数になって872ですね。負は72、マイナス72が答えです。丸7番ですね。マイナス 8×+5×0×-2 かける119と、なんかやたらと面倒くさそうですけれど、掛け算の中にすぐ答えが分かるポイントがあります。それはかける0の部分ですね。掛け算の中に0が入っていたら答えは必ず0になりますから、もうこの時点で答えが0と分かるわけです。丸8番です。 0.3×-3分の1×0.1 ですね。小数と分数の入っている掛け算ですね。ここではこの小数の部分を分数に直して掛け算をしていきます。 0.3 は10分の3ですね。10分の3かけるマイナス3分の1かける 0.1 は10分の1ですね。10分の1こうなります。で、約分できるところはここの部分が約分できますね。と10分の1かけるマイナス1かける10分の1、これを計算すると、この負の数1つ入っているのでマイナスがついて100分の1と、マイナス100分の1というのが丸8の答えということです。今回は今まで学習した内容の復習をしてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。